ビーチテニス大会が5月5日日南市の大道使い水浴場で開かれました。ビーチテニス大会は宮崎県内では2009年から宮崎市で国際大会などが開かれてきましたが、きれいな浅瀬の砂浜があるということから日南市では2年前から開催されています。いい大会にしたいなと思っております。神奈川県や福岡県などから合わせておよそ50人の選手たちが集まり、開会式の後ビーチクリーンをして試合がスタート。砂浜の上に設けたコートはビーチバレーと同じ大きさで、高さ 1.7 メートルのネットを立て、板張りのラケットでボールを打ちます。通常のテニスと違ってボールを地面にバウンドさせずに打ち合います。足元が砂浜ということで体力的には結構ハード。大会では男女ダブルスの試合が行われ、登録をした選手は国内ランキングに反映されます。参加した選手はちょっと風が強くてやりにくいんですけど、天気が良くて気持ちよくできます。勝ったんですけど、いろいろ反省点がたくさんあるので次の試合に生かして頑張ります。こちらの錦織選手風の人はパドルでラケットみたいなのを握って3回目です。いやー難しいです。でも天気がいいから楽しいです。最年長61歳の出場選手もいました。昨日今日試合やったんですけどね、昨日はちょっと体重かったんだけど今日はすごい動きました。もうビーチ最高ですよね。はい、これ僕のね唯一の趣味なんで、ずっとね動ける間はねずっとビーチテニスやりたいと思ってます。ちょっと人数も増えて、盛大にできてるんじゃないかなとは思ってます。県外の選手も多数来てますので、観光パンフレットなりそういうものをちょっと一緒にお配りして、日南の観光の、活性化につながればいいかなというふうには思ってます。選手たちは明るい日差しの中熱戦を繰り広げていました。